行政に対する国民の信頼を大きく損なう厳しい状況であると受け止めております。改めて国民の皆様に深くお詫び申し上げます。会食に参加した当事者すべての方々にヒアリングを行ったところ、菅氏の存在が会食に影響を及ぼしていることはない、及ぼしていることを否定されております。総務省との会食にあたり菅氏が特別の役割を担っているという事実は確認をできておりません。山田内閣広報官は内閣官房の特別職の職員であり、処分について総務省としてお答えする立場にはない。